contractors are here to remove the plates, the boards. Concrete is dry enough, I think. Oh, お願いします。このコンクリは触ってもへこまんぐらいのものになってるんですか。あ、ほんまや。あ、早いですね。こんなやからあかんねんな。水が通り抜けんのよ、きっと。多分そういうことやと思います。すぐに乾くんやもんね。これずっと密に詰まってたらそんな簡単に乾きませんもんね。だってこの中でまだ芯まで乾いてないです。So as I said, they're removing the, I don't know what they are called, supporting board or whatever, retainer board for concrete. So they're being removed now. The concrete is dry enough and hard enough, and starting on Monday, waterproofing people are coming in. They're going to finally finish the waterway, this part of the waterway. Okay. Oh. Okay, let's see. There is some water. So it rained. I think it rained just a bit. Okay. よいしょ。どこ行った。あかん。こういうところ、こういうところまたぐのがあかん。またぐときに力がある。ちょっとだけ雨降ったんかな。そんな感じするな。が降ったような感じするな。これはもうちょっと切るかな、この枝は。よいしょ。おお。
どこへ捨てたらいいんですかね。これ下水へ捨てたらいいんじゃないですか。下水はちょっと泥水入ってるから。あ、泥水下水捨てたらあかんですか。あのユンゴの前の辺でもいいですか。そうですね、ちょっとしかないですもんね。そんなにないと思います。そうですよね。これそういうエポンプはないんですね。大きいバケツやったら重たいでしょうね。結局中途半端な水準ポンプしてる。こっちの方が速いから。ああ。いや、まあいつも言うんやけど、先ほどまで戻ったら水中ポンプもうちもあるんですけど、わざわざそのために1回持ってきてまた持ってきて、それがめんどくさい。めんどくさいというよりは時間があまりにも。やっぱり泥が入った水は下水へ流してあかんのです ね、 あのね、もし土が砂が流れたら、はい、処理場で処理できひんから。ああ、そうなんですね。それと下水地、はい、ところどころに中継ポンプ入ってる境に、そのポンプ、はい、ポンプがあった。ああ、なるほど、はいはい。ここから八幡の処理場まで、はい、ずっと下り線なんて勾配取れへんやろし。ああ、なるほど、そうなんですね。ところどころでポンプあって、はいはい、ああ、なるほど。そんなん知らんから別に噛めへんねやと思ってた。まあ葉っぱとかはやっぱり詰まるんかなとちょっと思いましたけど。
噴水で水ポンプ入れてるはずの境に。ああ、かえってそんなの方が大丈夫なんですね。うん、ああ、まあそんな流すことも普通ないんですけど。So now they are removing water and trying to clean the waterway to get it ready for waterproofing. It's not necessarily an interesting picture, but just as a record, I think I'm gonna film it. And by the way, speaking on my back, it still hurts, and but I've recovered enough to work in the yard, so that's the main thing. I'm gonna cut this. Okay. So yeah.
This was the culprit. Okay, let's see. So,
Check what's happening there. Oh, yeah.
putting the soil back. That's close to the final stage of this operation.一番端っこのマスとこれの繋がってるとこ、うん、コンクリートのあっち側下ちょっとずれてるのあれは、あれは何がずれてるの？あのここ踏んでいいですか？はい、いいです。よいしょ。これやな、これわざとですか？外もずれてるけど、これのこと。これ違う。ここ。あ、ここ。この厚みがちょっとずれてるんで、これの、ああ、なんで、なんでそんなことが起こる？寸法違いですか？寸法違いですよね。ああ、ここ厚みを塗っときましょうか。いやいや、いいです、いいです、もうこれで十分です、はい、ですが、なんか理由があるんかなと。理由はない。わかりました。強度とかそんな意味では何の問題もないと思うんで、はい、
ちょっとストップ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 、この石を拾いたい使うんで、こんな感じの大きさの石やったらちょっとのけといてくださったらありがたい。それより大きいやつよね。こんなん大きいやつ、はい、ちょうど重しに縁で、あ、ほんですいません、もう一つこの辺がね、この今僕が最初から掘ってた場所あるでしょ、この辺ちょっとガガガと、あの草の根とか切っといてもらったらお願いします。はいはい、お願いします。幼虫かわいそうやろ、いっぱいおる、かわいそうや。これは冬でも生きとるんやね。そうですね、来年の夏まで、あの成虫になるまで、成虫になるまでね。またおったらこの辺横へのけといてください。まあ、あの僕が手でやってても切ってしまうこともあるし、それはもうしょうないんで、それはもうどうしようもないんですけど、はい、while the contractors are working in the middle section,
I'm working with the back section. I'm trying to. Not a part of the contract, but they are digging and cutting tree roots and vine roots to make it easier for me to work in that area later with a shovel, you know. Heavy machinery does help. Thank you.
わっちゃった、はい、あの木ぐらいまで木あんまりやったら木が倒れるかなMachinery. It does help.
がしっかり入っとったから天然も入っとったから、火山だぞ、火山だぞ。Thank you.
スタッフ、カブトムシ、カブトムシ、カブトムシ。あれ、あ、あれあれ、ここにおったのにな、絶対おったんですが、あれ、どうした？おったのにな、いやこれ一杯分でも土は多い境に。赤くん諦めよう。そうですね。また出てきたらすみません。どうぞ。はい。どこに？ありがとうございます。出てきましたね。すいません、ありがとう。まあ、かわいそうやからね。
たたたたた。行きや。でおいでや。おっす。ああ、あかんね。これはあかんよ。いかないかない、これ入ったまた入ってもたよ。あ、はい。はい。あ、この土、はい、これね、裏も持っていくからこのままでいいですよ。うん。裏持っていくだけなんで、あっちへ移してもらってもまた裏僕ら持っていくだけなんで、もうこれでいいです。あ、構いません。はいはい。裏が土地が低いんで、あのそこを高くするというのがそれがまず一番。でもこれぐらいの土ではあまり変わらんけど、あの重点的にタコしたい場所があるんで、まあそこは。ここでも全部なくなったでしょ。あれ全部裏へ持っていった。あれだいぶあったけども、やっぱりそんな土地をタコするとか言ったらあんなぐらいでは。裏こっちより広いですもんね。
まあでもあの だいぶだいぶタコタコしたいとこがタコになったんでよかったです。まあ5、6人人間が来たらバケツリレーでもあっという間ですからね。一人でやっとったらなかなかやけど、一人やったら死んで、そう面白いこともないし、そう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 、ほんまです。それはあります。あかん、じっと見てたら寒くなってきた。さっきまで暑かったのに。じっとしてたら寒い。じっとして寒い、寒い寒い。いやもうないですわ。裏へ持っていくのはバケツリレーしかできませんから。飛んでないかな、風で飛びそうやなこいつ。よいしょ、冷た。ちょっと痛いな。安から悪くなくて池とかに関してはもう評判が良いからね。いつも言いますけど、いや錦鯉と元錦鯉を売るという、そして池も作ってそれでも商売してるっちゅう人やから、それはまあちゃんとせなきませんよね。
のとこそのとこってあっちこっちに棚がありますよ。あっちこっちの意味は例えば山の上の方の山だとか谷沿いもだとか、そういう意味ですね。私のことを抱いてほしいの。兄ちゃん、私を抱いてほしい。兄ちゃん、私を抱いて。ねえ、兄ちゃん。あんなんとか嫌いなんですよ、ジョギングとか。私それが嫌いというよりは退屈、引いてたり土掘ったり物を片付けたりしてたら、やったらやっただけできていくでしょ。話し相手もおれへんもんね。昔の人、学生さんもね、自分の体験もあるのに、そんなそっちを何かなんだけど、今度ライトは分かりません。ライト。よいしょ。ああ、もう死んだ。そうやな、もう冬で死んだよ、実は。まあ、しょうがない。よし、おお、もううるさかったかな。もううるさかったって、そんなに。よし、冷たい。これはもう冷とうてしょうない。まあ、そこは通るとこですからね。そこはまあ踏むから、それはしょうないと思うんですけど。ちょっと一応取れます。ああ、はい。
なんか中がね、水路の中が。はい。タオルで拭いたら大丈夫でしょうか。あ、大丈夫と思います。もうそんな、あれの人らが、これぐらいやったら大丈夫と思います。全部こんな感じぐらいにしちゃいます。あ、はい、お願いします。あれの人がね、とにかく、あの、こんなの掃除まで、あの、あれや、防水の人が見に来はった時はもっと綺麗やったからで水ぐらいは別に出してくれるみたいなんですよ。 あの人らきっとポンプ持ってはるんですよ、あの薄い、そう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 。誰がも、いや、まあ排水をせなあかん人はそういうことはしょっちゅうあると思いますんで、ただ循環ポンプとか、その僕らも排水なんて考えてなかったから循環ポンプなんですよ。せやからもう5センチぐらいになったらもうあかんのでさ、そう、普通そうですよね。Cleaning, they are cleaning the interior of the waterway, so waterproofing people, you know, to make the job of the waterproofing people easy. In the meantime, I'm going to work in the back section. I'll continue working on the wood rubble. Ooh. Ah.
Back still hurts. Hurts a lot, actually. A lot of strain on the back. It's curing, you know, it hasn't cured yet, but it is getting better and better. There's no doubt about that, but
Back. Oh.
I'm gonna go and see how they. Okay, let's see. It's clean now. Yeah. So I think they're finished. They're just about finished. So now I'm gonna take the. I'm gonna take the camera to the back section and. Oh, maybe. Let's see. Okay, it's a good time to put the new battery in. いや、昨日ね、 切り株でここをガーンって打ってしまって。こんな感じでよろしいですか？一応タオルで拭いたんですけど。はい。 結構です。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。同僚に見てもらった。医学部の人間に、骨は折れてない。まず骨が折れてたら、こんな触って痛ないとか、昨日より今日の方が痛ないとか、そんなあれへんって言われたけど。でも、あれですよ。まあ、触診とかですぐ分かるみたいですよ、彼らはね。僕は分かりませんけど。 もうひびぐらいやったらそれにひょっとしたらひびぐらいいってるかもしれないけど、そんなのどうせ何もせんと置いとくから一緒やって。折れた方が早治るよ。そうなんですか。ほんまに。ああ。折れた方が早治るよ。ああ、それは知らんかった。なんかどんな聞いたような気がする。そういうことはあるんや。これはほんならもう、OK。はい。ご苦労さんでした。はいはい。はい。すいません、ありがとうございます。はいはい。はい。すいません、ありがとうございます。はい、ご苦労さんでした。 金魚濃いとかなんか、ああ、そうなんや。一回見たことあって。なるほど。そう見て。だから、こういうの売ってはる境に。
よっこいしょ。So it's finished, and it's a cold day, and the fact that I have this bruised back, that makes it, ここはやってへんやろな。Okay, so the contractors are gone. They did their part. They are still coming with a bigger truck to pick up the power shovel, you know. But else, it's done. It's clean, like so.